5文字または7文字7文字の後に、区切る、何が何して区切る、息吸って何が何して区切って、何が何して区切って、何々だよって言って伸ばしたり区切ったりして、その間にツーンとかチーリンっ て, 言って入れてあげればいいんで、こんにちは、シサと申します。ドドイツの伴奏をしたいという、ご質問をいただきました。一般の方、お座敷の酔っ払っている方を相手にする場合ですね、大体まあ 8本か9本ぐらいで、これ9ですけどいいと思います。男性は楽な調子で出せるし、女性はすごく高くなるけど、まあ、頑張って、まあ、芸者さんの場合お稽古してるから高い声で歌ってあげられるので、まあ、一緒に歌い合うにはいいかなと、9本ぐらいが私の経験上いいかなと思います。あの可愛い声で掛け声かけた方がいいので、あってちょっと可愛い猫ちゃんとか飼ってる人は猫ちゃんとか思い浮かべながら、あーって言ってあげると、ガチガチの方角っぽいよりもそういう方がお酒の席では受けると思います。でツートーン、あっ、であとはお客様が伸ばして歌って、その合間にツーンか、チーリンとか入れてあげれば大丈夫です。で歌いじりに、あーこーりゃこーりゃって言ってあげてください。もっと可愛い声でね、言ってあげてください。それは浅草の、まあ、先輩のお姉さん、亡くなったお姉さんが、はあこりゃこらっておっしゃってたので、それを言った方がいいかなと思います。まず、女性の場合、可愛いドドイツがいいと思うんですよね。じゃあ私からやりますねなんて言って、歌う。で最初に歌い方を教えてあげるといいかもしれません。ドドイツは前の動画でも申し上げましたけど、七七七五または五七七七五という作りになってるんですね。でその5文字または7文字7文字の後に、区切る、何が何して区切る、息吸って、何が何して区切って、何が何して区切って、何々だよって言って伸ばしたり区切ったりして、その間にツーンとかチーリンって言って入れてあげればいいんで、もし歌詞とか持ってる方の場合、七七七五になってるんで、行の終わりでお休みして三味線を待ってくださいねって言ってあげると、お客様も歌えます。私もこの間それを申し上げたら、もうドドイツのお座敷大成功したんで、もう初めて歌う方がそれで歌えたのでね、これは実践できると思います。ドドイツは誰かが歌ってその返しをするっていう、本当はそういうシステムになってるんですけども、この膝はあなたが寝る膝、あなたの胸は私が泣くとき借りる胸っていうのがあるんですね。じゃあその、膝のドドイツをまず、歌ってみますね。この膝はあなたが寝る膝、あなたの胸は、ちゃんとお客さんの目を見た方がいいですよ。私が泣く時借りる胸で、拍手いただいたら、でこれの返しのドドイツがあるんですけど、もし聞いてて受けてくれた場合だけやってあげてくださいね。この船はあなたが乗る船、あなたの竿は私が行くとき借りる竿。
そういうね、説明してくれなんていう人もいるんですよね。ね、まあ、あの船、まあ、船頭さんのドドイツですとか言っておけばいいですよ。この曲を女の子が歌うのは恥ずかしいから、男性諸君に覚えてほしいですね。うん、やっぱお座敷ではね、あのエッチなドドイツが受けますから、うん、エッチ系のたくさんインターネットとかで調べたりとか、もし私をお座敷に呼んでくださったらいっぱいお教えします。もう二十歳ぐらいの時から書き集めたドドイツノートがありますからねということで、営業も入りつつ、ドドイツの三味線の弾き方でした。